やばい、死ぬ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 、死にたくない死にたくない、ちょっと何すんだよ、死んじゃうだろお前、ほら、いや死んじゃう死んじゃう、マジガチで死ぬ。はい、どうもおかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで今日も頑張っていきましょう。現在5日の18時48分ですけども、なんかね、昨日動画なかったと思うんですよね。はい、昨日動画なかったと思うんですよ。申し訳ない。あのね、ちゃんとね、やったんですよ。ちゃんとやったんですよ、ゲーム自体はね。でね、見てくださいこれ。ね、ほら、消防のとかね、クエスト行って消防の手に入れました。で、さらにですね、クエスト報酬で AK47 手に入れました。はい。で、これはね、お宝のところでパイプマシンガンの、しかも品質6。この辺をね、昨日ゲットしたんですけど、あ、これ壊れそうだね。ゲットしたんですが、動画なかったでしょ昨日ね。動画なかったと思うんですよ。あのね、録画に失敗しまして、失敗だね。私の喋ってる声がね、一切取れてなかったんですよ。でね、ゲームをやってる映像は撮れてて、ゲームの音も撮れてたんですけど、めっちゃ喋ってたんですけどね、私ね、頑張って。なけなしのトーク力を振り絞ってですね、結構頑張って喋ったんですけど、それが撮れてなくて、このね、わ、やった、パイプマシンガン品質6だみたいなのとかね、わ、まあ、報酬で AK もらったらラッキーみたいなのをやってたんですけど、全く撮れてなくて、はい。撮れてなくて、残念ながら昨日は動画がありませんでした。はい。あのね、なんか撮り直しとかできないのよ、もう時間なくて。最近仕事が忙しくてさ、家帰ってくるのがね、私大体朝6時過ぎぐらいに家を出るんですけど、帰ってくるのがね、もう夜の9時半ぐらいなんですよね。で、そこから飯食ってなんだかんだしたとね、あっという間にもう10時半とか11時になっちゃって、一発勝負なんですよ。もう最近ね、ここ半年ぐらいずっと一発勝負なんだよね。だからね、しまった、録画ミスったと思ってもね、もう撮り直しできないですよね。残念ながら、撮り直す暇ないので、はい。また徹夜からね、徹夜しなきゃいけなくなっちゃうんでね。はい。ということで、前回動画なかったです。ごめんなさい。はい。その代わりじゃないけど、一応報告としてはね、消防音を取ったりとかね、AK 品、報酬でもらったりとかね、パイプマシンガン、これ、お宝から頂戴したりとか、しました。はい。それぐらいかな。ざっくりまとめるとそんな感じかな。うん。で、レベルは別に上がってないですけどね。うん。うん、ステージ37です、まだね。うん、でですね、なんで昨日クエストを言ったかというと、ここのね、中身を抜いてたんですけど、まだ抜けてないね。まだ抜けてない。中身、このフォージをさ、移動させようと思って、フォージの中身を抜いてたんですよね。で、抜いてるのに、だいぶ時間かかったんで、クエスト行こうみたいな感じでクエストに行ったんですけど、昨日はね。まあ、映像はないですけど。ないですけどね。そう。で、これね、AK とかね、パイプマシンが取ったのはいいんだけど、弾を使い切っちゃってさ、弾ないんだよね、今。7ミリの弾がね、7ミリの弾、いや、これで7ミリの弾、弾薬統一できたわ、みたいなことを言ってたんですけど、なくなりました、弾が。はい。弾がなくなりまして、AP 弾が11発あるんだけど、AP 弾、まあ、マシンガンでぶっ放したらすぐなくなるからね。うん。でさ、なんかびっくりしたことにさ、弾なくなったから弾作ろうと思ったんだけど、これ作れないんだよね、ほら。作れないんですよ。このマーク。これ何とか思って。この辺のものがいるのか、それとも弾道テーブルじゃなかったっけ、なんだっけ、あれがいるんですかね、武器。なんだっけ、武器テーブルだっけ、なんだっけ、武器作業台、これがいるのかな。なんか弾作れないんだよね、弾薬が。結局。それともマシンガンのスキルとかで作れるのかな。マシンガンどれだっけ。なんかね、よくわからない。まだ、今一つまだよくわかってない。マシンガンどれだっけ。マシンガンってなかったっけ。あれなかったっけ。あったような気が。あ、これちょっと若干ね、変わってるからね、なんかね。若干変わってるからね、これか、エキサイダスパワーか、これかな、自動小銃かな、ロック解除、あ、ロック解除されてんじゃん、もう。AK47。弾作るの、どこで弾、作れないんだ。
あ、品質が上がるだけか。ああ、レベル40で、じゃレベル40で、6回、レベル2じゃん、まだ。まあいいや、別にもらったから。もらったからいいわ。ライフルかな？ライフルの武器、結局だ、どれでやっつくんのかね、わかんないんだよね、それがね。わからないんですよね。まあ、ということで、弾作れないので、弾作れないんで、こっちで作るのかな？関係ないよね。これマークが違うもんね。あ、そうだね。このマークがなんだか、さ、ちっちゃいからわかんないんだよね、これ。ちっちゃいからわからないんだよ。わからない。弾のなんかあんのかな？ねえ。また知らない。弾。その他、これ。違うな。なんか、なんとかテーブルとかあんのかもしんないけどね。これは普通の作業台なんでね、このマークはね。これなんだろう、弾道テーブルとか、そんな系のやつがあるんですかね。エキサイタス、拡張しなきゃいけないのかな。ちょっと誰か知ってる人教えてください。はい。拡張なのかな、エキサイタス拡張作業だね。エキサイタス、あ、違うな。エキサイタス拡張レンジでも作るか。エキサイタス拡張レンジ作りましょうか、これ。これレンジだよね、多分ね。ここにセットするのね。違うかな、違うのかな。あれ、そういやさ、俺、ニッパーとか取ってなかった？あれ、ニッパー取ってたの違うやつ、違う話だっけ、ニッパー持ってたのは。あ、こっちか。あった。ここにいきなりセットできたりしない、これ。しないわ。なんか形が違うもんな。形が違うもんね。それないな。車両テーブルにセットするのかな。ちょっとまあ、拡張レンチ作ってみましょうか。機械部品、ポリマー、あ、待って。オスミウムインゴットがいるわ。ちょっとダメだ。作れないわ。オスミウム取りに行こうか。あ、違う。オスミウム取りに行ったところで、ここで焼けるんだっけ。あ、焼けるんだ、一応。いや、参ったね。なんかいろいろできないことがいっぱいあるんだよね。なんかね、できそうで。できそうでできないんだよね。ちなみに、オスミウムはね、どこにあるかというと、なんかね、はい、ないか。なんだっけ。荒野じゃなくて、荒れ地。荒れ地に行ったらね、取れるらしいんですよ。なんか聞いたところによると。荒れ地、どこにあるかわかんないけどね。向こうの方が荒れ地かな。ちょっと見に行きましょうかね。ちょっと見に行っていいですか。もうすぐ夜になっちゃうけど。はい、来ました。あの辺荒れ地かな。あそこのあの奥ね。焼け森かな。焼け森ってないんだっけ。この辺までは来たことあるんだよね。これほらね。この辺までは来たことあるんだけど、この右手がこれひょっとしたら荒れ地かなという気がしないでもない。ここね。これ違うかな？切り株あるね。切り株見ると叩きたくなる衝動が。あ、この辺荒れ地だな。荒れ地になんかその、オスミウムだっけがなんかあるとかいう話を聞いたんですけどね。え、誰かいんの？いてえ、叩かれた。いてえ。あ、蛇か。蛇に噛まれるとまずいんだった。蛇に噛まれちゃまずいよ。多分。石斧でサクサクしようか。肉はでも、皮取れんな。皮取れんな。そうか。あ、マジマジ、あ、そういうこと。あ、荒れ地だからね。いや、待って、俺にはラディビン長があるんだよ。任してくれ。ラディビン君があるからね、俺には。強い味方。これ何分持つの？ 50、あ、1時間か。1時間ぐらい持つのか。あー、確かになんか緑がかってるね。黄色というかね。そしてそのオスミウムだっけ？危ねえ。下手なところ足を踏み入れると地雷があったりするからね。怖いんだけどね。誰かいる。あはは。あ、やっちゃってるね、お前。やっちゃってますね、この人。そして持ってんのはそれなのか。あ、これ美味しいよ。これ美味しいよ。作業トラック。
好物、まあ美味しくなかったな。なんかなんのかな、石ころが。石見た感じないけどね。見た感じなさそうだけどね。あるんすかね。あんまり奥に行きたくないからね。あんま奥の方に、奥地に行きたくないんで。できればこの入り口付近で、この、あ、なんだ、あったあった、なんだこれ。これなんだろう。割ってみよう。ん？鉄？鉄なの？硝酸、あ、違う。なんか木、なんか取れてる。銅かな？色的に銅っぽいけどね。なんだい、ハズマットくん。ハズマッティ？強いね、ハズマッティ。やるね。あ、スタミナなくなったわ。スタミナなくなった。危険物処理班。ダメージ入ってんの？入ってないな。じゃん。お、すごいピストル持ってた。これ、何これ？あ、銅だ、やっぱり。あ、びっくりした。びっくりするじゃないか、お前。びっくりさせんな。急に。あ、なんか持ってた。激ヤバ落下だ。ちょ、待って、またヘビ来た。ヘビね、やばいね。ヘビやばいよ。おデブちゃん。そうか、これは銅なんだ。まだ下にあるのこれ。掘ったら。ああ、銅取れるわ。銅じゃないのね。銅じゃないんだよ。これでも場所覚えとくか。まあいいか。覚えておこうか、一応。ここね。どう？なんか声がしたな、今。あいつか。まあ、ほっとくか。黄色がどう？あ、待って、あそこになんか赤いのがある。あ、なんだこれ。待って、犬がいるわ。犬が守ってる。これ何？これは何だ？お前、こいつやるか、こいつ。こいつだけやるか。おい。ワンコ。外したくそ。もう一発。危ねえ。危ねえ。これなんだろう。これ、赤いから、なんかお墨を水色だったよね。緑というか、まあ誰かいた。待って、クマがいるわ。クマさんが。よいしょー。スティーブ？スティーブくん？水持ってた。この辺も略奪ステージ上がってるんですかね。あ、待って、これだ。これじゃない？あ、来た。これ割ろう。これ割って帰ろう。またスパイダー来たのか。はぁ、あ、くそ。あ、くそ。あ、なんで、なんかびっくりマーク出たぞ。なにこのびっくりマーク。え、違う。このびっくりマークはなんだ。採掘のヒント3秒。何採掘のヒント。採掘のヒントが出た。あそこにクマがいるのが非常に気になるんだけど。採掘のヒント。取れてる？取れてるね。ちょ、あと、やっぱクマが近づいてきた。クマが近づいてきた。クマさんやめて。とりあえず、取れてるね。取れてるわ。ちょっとだけってどれぐらいだろう。下にもあんのかな？下にはないのか。あ、あるね。ある、ありそう。237取ったけど。夜に、ここいっぱいあるね、なんかね。ね、固まってるんだろうね。だからね、一箇所にね。なるほど。なるほど、オスミウム。ちょっとね、いっぱいもらって帰りますね。ちょっと待っててくださいね。はい、ということで、夜になってしまってですね、もう出るに出れない状態になってるんですけど。オスミウムはね、めっちゃ取れる。めちゃめちゃ取れるよ、これ。
すごいいっぱいある。これなんかたまに建材メニューから使用できますとか出るんだけどね。やばい、誰か来た。残忍スティーブだ。残忍スティーブ。つえ。やばい、叩かれる。ちょっとね、デコボコしてるからさ、地面がね。地面がデコボコしてるんでね。殴りをちょっとミスっちゃうことがありますね、たまにね。なんか外に出たらクマとかいるからさ、出れないんだよね。また誰か来たな、多分。落としないけど。サダコはバンバン来るしね。サダコもガンガン来るしね、なんかね。さすがだわ。さすがだ、さすがですよ、荒地の難易度。荒地の難易度さすがですね。もうでも、結構だいぶ取ったんだよね。こんだけ掘ったからさ。だいぶ、あ、またサダコ来たね。ほら、6000、7000、1万ぐらい持って帰るか。1万ぐらい目安に持って帰りましょうかね。これ、ガシャンガシャン言うから、サダコが来るんだよね。いやらしいことに。これね、オスミウム、鉄と一緒でさ、鉄も掘ってるとサダコいっぱい来るじゃんね。鉄っていうか、鉄に限らずか。でも鉄が一番来るような気がするな、サダコ。鉄掘ることあんまないんだけど、たまにさ、あの、鉄の鉱脈にぶち当たっちゃってさ、混在しててね。鉄も一緒に壊しちゃったりしてるとすぐサダコが来るようなイメージがある。イメージだけど。これ気持ち悪くない？ほら。なんか血管みたいで。オスミウム。これほらほらほら。マグマみたい、なんか。あ、サダコいるね。はいはい言ってるね。落ちてくるかな？落ちてきてくれたらやってしまうんだけどな。これ。この辺に落ちてくんだよね。あそこに穴開いてるからね。来い。待って、軍人さん来たわ。予想外だ。予想外に軍人さん来たわ。あ、強。強え、軍人。さすが軍人。やば、全然死なねえ、こいつ。やばい。死ぬか、これ、俺。死ぬかもしれない。あ、なんか、余計なやつも来た。あ、全然死なない、こいつ。まずいな、これ。これ死ぬな。これ死ぬわ、俺。やばい。死にたくない。死にたくないぞ。スタミナがねえ。スタミナがねえんだ。強いな。ちょっと待って。あ、死んだか。お前も死ね。お前も強いな。やばいやばいやばい。やばい、死ぬ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 。死にたくない死にたくない。ちょっと何すんだよ。死んじゃうだろ、お前。ほら。いや、死んじゃう、死んじゃう。マジガチで死ぬ。7しかない。あ、やばい、死んだか。はい、ということで、死んで戻ってきました。死んだじゃないか。どうしてくれるんだ。まったく。ちょっと昼間になったら取りに行きましょうか。オスミウム結構取ったからね。あとレベルも上がったよ。ほら、4ポイントも。ポイントも上がった。弾が作れないな。痛いね。だからね。あの、弾どうやって作るんだろうね。だから本当に教えてほしい。誰か弾の作り方を。武器テーブルなんですかね。武器テーブルを取るには、作業、特殊ツールかな？斧でしょ？自動採掘機、テーブルドリル。まあ、とりあえず武器作業台まで行ってみようかな。でも、レベル10、あ、9か。4でしょ？これ2とか必要だからね、この辺ね。7、8までは行くけど。8までは行くけど。厳しいね。厳しいものがあるね。電気技師、発明家。ショット砲台、バッテリーバンク。厳しいもんがあるね。
ちょっと朝まで待ちましょうかね。いやいや、まあ取りに行くか。自転車がないけどね。ああ、ヘッドライトもないからきついな。ヘッドライトもないからきついですね。それはきついわ。あ、こう、ほんと真っ暗だからね、これ見てわかる？ほら、ほんとに真っ暗なんだよね、夜。月出てるのに、ほら、あそこに月出てんだけどさ。あ、誰か来たね。叩いてるわ。待って、じっとしてよ。じっとしてるわ、ちょっと見つかっちゃうんで。隅っこで。久しぶりだな、この精魂な生活。はい。ということで、ちょっと朝まで待ちましょう。はい。ちょっと待って、朝まで待ちましょうって言ったけど、めちゃめちゃ叩いてるやつがいるんで、ちょっとあいつをやってくるか。どうしよう、スタンバトンでやるかも、こうなったら。スタンバトン。で、品質1だけど。スタンバトン充電していくか。あー、でも倒せそうにないな。スタンバトンだったらちょっと明るくならないかな。いや、本当に真っ暗だ。何も見えないわ、これ。ダメだな、これ。何も見えんわ。無理だわ。松明持ってたから。松明で殴ったってね、大したダメージじゃないんだよね。燃えてくれるけどね。どこにいんの？あ、予想外にいっぱいいたわ。おい、お前たち。おい、お前たち。予想外にいっぱいいた。あ、もう待って、また死ぬかもしんない、これ。ちょ、待って待って、また死ぬかもしんない。ガーンってなってる。ガーンしてる、ガーンしてる。ちょ、待って、逃げよう。30だ。もう、ね、HP がない、全然。回復するもんがないんじゃないか。アロエクリームか。あ、感染してんじゃん。感染してるわ。え、きついね。なかなかきついね。やっぱ夜はね。夜は厳しいもんがあるね。はい、直して直して。疲れてるわ。すぐ疲れんの？疲れんの早くない？はい。90。もうちょっと回復したいとこだね。もうちょっと飯食うか。なんかこう、こそこそ猫じゃなくて、アイキャンディー。違うな。アーマー、これ、これいくか。これ使うか。これなんだっけ、スカルクラッシャーも使うか。バフっていこうか、バフって。よし、バフっていこう。さあ来い。俺の盛大なバフの威力を思い知れ。どこ行った？そこが違うやつじゃねえか、お前。別のやつじゃねえか、これ。この野郎、この野郎、死んだか。オッケー。あ、まだ叩いてるよ、として。向こうの、あー、来た来た来た。お前ダメージ食らってるやろ。やばい。いや、3人いんのか。なんか突っかえてるぞ。何かが突っかえてる。くらえ、スタンバトンくらいやがれ。くらえ、くらえ、見えねえ。もう HP15 しかない、ね、死にそうやないか。あれ、あされない。一応全員倒したんだね。あ、なんか四角いの取ったぞ。なんだあれ、四角いの変なの取ったぞ。足怪我してんの？足怪我してる。暗すぎてさ、ほんと見えないんだよね、なんだかね。これはね、ヘッドライトあっても先の方まで見えないから厳しいのにさ、なかなか辛いもんがあるね。酵母だって、パン作れんのかな。小麦粉あるけどね、小麦粉とクリームと酵母がありますか。はい。いつものパターンね、これね。分解分解。これ食べちゃうか。98だった。食べる必要なかった。これ飲んだ。飲んじゃうか。はい。ということで、厳しいもんがあんな。まあ、とりあえず今日はこの辺にしときましょうか。朝まで何度か待って、次の動画朝からにしようかな、じゃあ。ね。
オスミーム取りに行ってくるわ。オスミーム取りにね。うん。次回の動画、オスミーム取りに行きましょう。取りに行くっていうか、オスミウムを入ったリュックを回収に行きましょうかね。はい。ということで、じゃあ今回この辺にしておきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。オオカミさんでございました。またね。